毎年恒例の東京マラソンの組織委員会が今日開かれ、次回大会の概要と今年度から実施される法人化に伴う委員会の解散などが決まりました。東京マラソンを運営する組織委員会はこれまで任意団体となっていましたが、今後運営は財団法人東京マラソン財団に移行することになります。これにより寄付をした慈善団体に抽選なしでの参加枠を認めるなど、ランナーの募集方法を多様化することができるということです。財団は東京都と日本陸連によって今月末に設立される予定で、来年2月27日に開催される第5回大会は新しい財団が主催することになります。